新しい因数分解方法が生み出されたと。大事なのは何をやってるのかっていうことを理解した上でそれを応用していくってことですね。はい、どうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。今回ですね、天才数学者が発明した新しい二次関数の因数分解方法を紹介していこうと思います。その天才数学者というのはですね、アメリカの超名門大学、カーネギーメロン大学の数学教授を務めているポーシンローさんという方ですね。このポーシンローさんは国際数学オリンピックのアメリカチームのナショナルコーチを務めている方でもあるので、本当に数学に関してはプロ中のプロなんですね。その数学のプロが先月論文を出しまして、その論文の内容がなんと二次関数の因数分解方法だったんですね。だから新しい因数分解方法が生み出されたと。そんなものがあるならもう本当に革命中の革命ですよね。論文を読んでみると、実際二次関数簡単に因数分解できるんですよ。で、その二次関数の因数分解方法が要は何をやってるかなっていうことが分かれば、もっと一般化して全ての二次関数の因数分解方法も編み出せるんですよ。これはですね、かなり重要な内容なのでしっかり学んでもらえたらいいかなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。今回は新しい因数分解方法ですね。まず全体の流れとしては、その新しい因数分解方法を紹介した上で、じゃあその因数分解方法、要は何をしているのかっていうことをしっかりと原理原則から学んだ上で、じゃあそれを通して全ての二次関数の因数分解に一般化したらどうなるのかっていうことを説明していこうと思います。で、最初ですね、新しい因数分解方法を説明していくんですけど、その中で自分の力で、あ、要はこういうことやってるんだなっていうところを導けたら本当にすごいことなので、ぜひ挑戦してみてください。で、余力のある方は何ならその一般化の方まで、じゃあどういう風にしていけばこの因数分解方法を一般化できるかっていうことまで含めて考えてもらえると本当に偉いですね。のでぜひ挑戦してみてください。じゃあ早速新しい因数分解について説明していきます。この新しい因数分解方法は x2 乗プラス px プラス q の因数分解に限られるわけですね。うん、なるほど。じゃあその方法というのは、まずp の部分を半分にする。で、それを2乗して q を引く。この p の半分の2乗を q 引く。うん。で、その出てきた値ルートして、この丸 1p を半分にした値に差し引きすると。うん。これでできるらしいと。ほう、どういうことか。じゃあ実際具体例を通して見てみますか。x2 乗プラス 10x プラス21。まず p を半分にする。丸 1p を半分にする5になると。それを2乗して q を引く。21を引くと4になりますね。これの出てきた値のルートはルート4だから2と。これをp を半分にした値5に足し引きすると3と7ですよね。だからこれ x プラス3、x プラス7という風にできるというわけなんですよ。うん。なるほど。まあこれ実際普通に因数分解足して10かけて21になるものを探したら3と7になってるから、まあ正しいというわけですね。展開したら正しいから。これでできるんですよ。まあもうちょいやってみますか。他にも。こいつら挑戦してみてください。ぜひ。じゃあまず実際やってみると、マイナス30を半分にするとマイナス15ですよね。マイナス15。うん。これを2乗すると、これインド式計算でできるわけですよね。まず、1の位が5なわけだから、その10の位の1に注目してあげて、10の位1、次の数字が2と。だから 1×2 で2をまず出してあげて、で、後ろに25っていう5の、5×5、5の2乗を出してあげる。これがマイナス15の2乗。すぐできる。で、これが P を半分にしてあげて、次に、それの値に2乗したものに Q を引くと。Q はマイナス175だから、足す175で400になるわけですね。で、その400をルートした20をマイナス15に足し引きすると。そうすると、20をマイナス15に足すと5、引くとマイナス35になるから、これ x プラス5、x マイナス35になるわけですね。こんな感じでできる。次。これも一瞬でできるわけですね。これ半分にするとマイナス85ですね。で、それ2乗すると、インド式計算から 8×9 の72と25が出てくるから、7225から9を引くと49になる。そのルートが7。だから7をマイナス85に足し引きしてあげると、マイナス78とマイナス92か。だから、これが x-78x-92 という風に因数分解できるわけですね。そう、普通にやってたらこれ7176をそもそもね、因数分解っていうか違う、素因数分解してあげてたくさんずらーっと出てくるんですよ。78ってもう 2×3×13、 92も 2×2×23 でたくさん因数を持つわけですね。その素因数のでかいものを片っ端から、うん、こうかなこうかなって試行錯誤して足してマイナス170になるものないかなっていうものを探していくと、それは結構大変なんですよ。だけどこの方法やると何も考えずに、まあマイナス85の2乗を引いてそれをルートしてっていうのでできるというわけですね。うん、なるほど。これでできることが分かった。
で実際できる。で、一応ですね、ここの部分偶数の場合は早いんですけど、奇数の場合はあんまり早くはないかもしれないんですけど、ものによってはちゃんと早くできる。っていうのも、例えば x2 乗マイナス 9x プラス8 とかだったら、これすぐ因数分解できるので、今回の公式使わなくていいんですけど、この9を半分にしてマイナス 4.5 か。それに2乗すると、インド式計算が使えるわけですね。で、引く8してあげて 12.25。これのルートっていうところなんですけど、インド式計算で 3.5 っていうのがすぐ出るから、これ足し引きしてあげて、マイナス1、マイナス8ってなって、これが出てくる。まあ、これでもいいですね。まあ、でもこれちょっとまあ、奇数の場合はそんなにおすすめはしないですけどね。うん。これでできる。はい。じゃあ、その、いろいろやらされて結局、まあ、これでできるということが分かったんですけど、じゃあさっきの、この新しい因数分解方法が結局何なのかっていうことですよね。何をさせてるのか、もう分かりましたか？分かった方は偉いですね。何でしょう？そうなんですよ。結局平方完成じゃんっていうことですよね。平方完成。つまり、x2 乗プラス px プラス q。これを平方完成してあげると、x プラス2分の p の2乗でくくれるわけですね。ここの部分が。で、余分なものが中身出てくる。マイナス2分の p の2乗が出てくるわけですよ。で、それで q を足してあげることによって元が取れると。つまり、ここの部分で x2 乗プラス px になって、余りのプラス q をしてあげてるわけですね。で、ここの部分を、うん、なるほどっていうことなんですが、さらに言うと、これ x プラス2分の p の2乗引く2分の p の2乗引く q というふうに見てあげると、ここの部分が丸2の出てくる値ですね。だから p を半分にしてあげる、それの2乗を q で引いてあげると。次何したかというと、これのルートを求めて、ルートを2分の p に足すのと引くのをやってあげたわけですね。これは何かというと、ルートするっていうのは、これを和と差の積にするために、これの2乗っていう風に見てあげてるわけですよ。そうすると2乗引く2乗になってるから和と差の積になると。で、プラス2分の p 足すルート、括弧2分の p の2乗引く9と、プラス2分の p。これ引く側ですね。っていうことをさせてるんだというわけですね。だからこれっていうのは、p を半分にして、この2乗したものから9引くと。で、それをルート取ったものを2分の p に足す、引くするというのが、さっきの方法なんですよ。なるほど。平方完成させてんだ。うん。じゃあ一般化してみましょう。っていうことになるんですけど、平方完成って要は何かというと、実はですね、もう一個考え方があって、解の公式なんですよ。平方完成が解の公式どういうことっていうことなんですけど、解の公式って要は平方完成を通して導かれるんですね。平方完成してあげて、こういう2乗イコール2乗っていう形にしてあげて、で、それで解の公式っていうものが、導かれると。要は、x2 乗プラス px プラス q イコール0を解いてあげた2回っていうのが、x イコール、これイコール0の2回が、x イコール、マイナス2分の p、プラスマイナスルート2分の p の2乗、引く9というふうに言えるわけだから、結局、普通にでいう因数定理なんですが、それを使ってあげると、こういうふうに因数分解できるのが、ここから明らかなんですね。っていうことがわかるわけなんですよ。言いたいことわかりますか？ということは、解の公式を使ってあげれば一般化できるんですよ。解の公式。なるほど。で、ちなみに言うと、これ p が偶数の場合の p' の場合ですね。この部分が 2p' っていう風に見てあげると、x イコールマイナス p' プラスマイナスルート p' の2乗マイナス9。で、この a が1の場合というのと、これ全く一緒ですね。やってることは。じゃあ、一般化しましょう。一般化。どういう風にやるかというと、例えばですよ。これを、因数分解してください。まあ、これはそんな難しくないですね。でも、これ見つかんなかった場合っていうのは、イコール0の解を出してあげると。そうすると、わかんないけど、とりあえず、解の公式を使って求めてあげると、49-2×3×4 で、っていう風になるわけですね。で、ここの部分が25、ルート25だから、プラスマイナス5になって、そうすると、プラスの方は6分の12、2、マイナスの方は6分の2、3分の1と。だから、x-2、3x-1 という風に因数分解できますよっていうことが導かれるわけですね。これがどん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 難しくなっていっても一緒。こんな感じでいけるわけですね。だから一般化して ax2 乗プラス bx プラス c で、この a と c の約数が多くて、たくさん探してこれ掛け算して足し掛けして b になるものを探すの大変だってなったら、イコール0で、x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b2 乗マイナス 4ac っていうのをこれ求めてあげて、で、それが例えば5分の2と10分の7みたいな感じになったら、イコール 5x-2、10x-7 っていう風に因数分解できんだなっていうことがわかるわけですね。こういうノリ。まあもちろん x2 乗の係数がここに、例えば a みたいな、ここが50じゃなかったら入ってくるかもしれないんですけど、入ってこなかった場合は全体がある共通項で割れるということになるので、
これはそこまで深く考えなくていいのかなという感じですね。ということで、こういうふうに因数分解できるのは解の公式からとりあえず大変だったら解の公式入れてみて出てきた答えをこっちに入れていくっていう方法でもいいというわけですね。はたまたもちろん平方完成。これは平方完成から生み出されるわけだから、こいつ自身を平方完成するのも良しですね。ということで、今回は天才数学者が発明した先月論文を出した因数分解の方法を紹介してきました。結局大事なのは何をやってるのかっていうことを理解した上でそれを応用していくってことですね。ということで今回は因数分解の方が早くなったっていうことがまず一つ。二つ目としてそれをどういうふうに一般化させていくのかっていう考え方が学べたんじゃないかなと思います。ということでためになったよという方はぜひ高評価、チャンネル登録、あとこういう動画を撮ってほしいというのをコメント欄に残してもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。